視聴者の皆様、こんにちは。今回は夫婦間でのトラブルを起こしたエッチのお話です。まずは1本目、パート先のおつぼね様にいじめられててついに給料を盗まれました。と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。聞いてください。パート先がひどいんです。私、給料のピンハネされてるんです。しかもこれをしてるのがおつぼね様でもう泣きたいです。パート先でいじめられてるの？それは結構厄介ねー。パートは長いの？先月入りました。ちょっと理由がありまして、私パートをそこでしなくちゃいけないことになりまして。事情が何かありそうね。それで給料ピンハネされるってことは何か事件性を感じるな。イッチが何かやらかしたんじゃないのか？事情があってってことは。まああることはあるんです。ちょっとその辺詳しく説明してくれよ。言わなくちゃいけませんか？言わなくちゃこっちも反応できないしな。そうそう、相談ですれ立てしたんだろ？相談というか、わかりました。私は38歳で小学生の娘のいる専業主婦だったんです。パートをするまでは専業、か。たまたま、旦那と娘が旦那の実家の方に泊まりで行った日があったんです。そこで私、ちょっと羽を伸ばそうと思いまして、前々から行きたいなぁと思っていた居酒屋に行ったんですね。もともと私、お酒好きなんです。だけど家族の手前、そんなにたくさん飲むわけにいかないでしょう？ママ友達と行くときも大量に飲むとか無理だし。それは当たり前でしょ。ママ友達の間でそんなことをしたら大変なことになるわよ。でも私は昔から居酒屋でワイワイやって、それこそ記憶がなくなるくらい飲んで楽しむのが若い頃から大好きだったんですよ。ところが今から10年くらい前に結婚してからはそんなことが一切できなくなっちゃって、旦那もあんまりお酒好きじゃないから私に付き合ってもくれないし、かといって私が一人近所の居酒屋に行って、というのもそれは世間体もありますし。ということは、ちょっと離れたところに行ったのかしら？そうです。うちの町内から少し離れたところに前から行ってみたいな、と思っていた居酒屋があったんですよ。まだ新しくて、この店主が有名店から独立して新しく店を構えたんです。で、この店主が女性の料理人なんですが、まあ、切符の良い人ということで評判なんです。そこで何かあったのか？あったんですよ。そしてそこが現在のパート先なんです。え？そこがパート先なの？そうなんです。だからそうなるまでのことをちょっと説明しようと。おお、なかなかとんでもない展開を期待できるぞ。私、店に行ったらまだその時は夕方でもさほど混んでいなかったので、座敷の方に行けたんですよ。一人だからってカウンターで、っていう飲み方は私好きじゃないんですよ。何かせかされてるみたいで、それよりは一人だろうがなんだろうが、じっくりと大きなテーブルに座っていろんなおつまみを持ってきてもらって、お酒もいろいろたくさん飲みたいんですよ。酒のちゃんぽんかよ。要するに、久々に居酒屋という場所でのんびりゆったりしたかったんですよ。ただちょっとそれをしすぎた、というか、まずかったんですよね。何がまずかったっていうの？いや、本当に久しぶりだったもんですからものすごく飲みすぎちゃったんですよ。しかも久しぶりすぎて、酔いが回るのも昔と違って大した量でもないのに早くて。やっぱり弱くなってたんですかね？それはあるわね。若い時に比べれば私も飲めなくなったわよ。ああ、それは俺もあるわ。俺はもともとあんまり飲めないけどね。だから飲みたいやつの気持ちはわからん。だから私はこのくらい飲めるかなぁと思って最初からいろいろ注文したんですよ。ずっと飲んでなかったですからいろんな種類のお酒を飲みたくなるじゃないですか。あといろんなおつまみも。で、ここの小鉢や皿がまたいい感じなんですよ。趣味が良いというか、ほら、安い居酒屋だとどこで揃えたかわからないようなやつもあったりするじゃないですか？そこまで言うことはねえと思うがな。単に機能的なだけだろう。だけどそこではちゃんと料理に似合うような色合いやサイズの食器を使ってるんですよね。まあこれは後で知ったんですけど、なんでもそれ揃えるためにオーダーメイドしたんですって。それをどうしたんだ？何かちょっと嫌な予感はするけど。その嫌な予感が大当たりですよ。実は私、ある程度飲んだあたりでぐでんぐでんに酔っちゃったんですよね。それでアートイレに行こうーと立ち上がった瞬間にですね、ちょっと腰のところがフラッとなって、クタクタったってよろけちゃったんですよ。危ない危ない。危なかったんですよ。それで、よろけてドーンと腰を落とした瞬間に漏らしてしまったんです。漏らした、どういうこと？いや、それさすがにないんじゃねえか？あるんですよ。女の体だとちょっとしたことで溜まりすぎた膀胱からショックで失禁してしまうってことが、ある程度年いった人とか、ああなんとなくわかるわそれ、私にも。
そこそこ溜まってると力入れた瞬間に、あれ？でもそれ私妊娠中で結構太ってた時の話だよ。もしかしてそれ、イッチが。ええ、そうですよ。私は相当なデブです。だから肉が腹にあると膀胱の方も圧迫されやすいんですよ。そうなんだ。俺、初めてそれ聞いた。俺、痩せててよかった。それに男の人と女の人じゃ体の作り違いますからね。そう簡単に男の人は失禁しないでしょう。男は、まあ年食えば、なんだし、それにしてもイッチ、失禁言えるくらいだから大したメンタルしてると思うがな。それで？続き気になるんだけど。その時にガタガタと、座卓のものも一気に倒してしまったんです。それで畳はびしょびしょになるわ。座布団も濡れるわ。座卓から落ちどころが悪くて欠けたお皿もいくらかあるし。あとはそうですね、半ば飾りとして壁際に並べていた酒瓶もいくつか割ってしまったんですよ。そこまでやるなんて、どんだけお前巨体なんだよ。それはノーコメントです。だって私がどれだけの大きさだろうがともかく壊れたかどうかって話ですし。しかもそこは問題じゃないんですよ。はいはい、それでどうなったんだ？もうその場の人々、私に視線が集中するし、慌ててみんなやってきて大騒ぎ。私は私でどうしていいか呆然としてたんですね。そこへ店長がやってきて、やっぱり唖然としたんですけど、すぐにテキパキ店員に指図してタオル持ってくるとかトイレに誘導するとかもしてくれたわけですよ。で、私どうもその時、酔っ払っていたわけですから何か勢いづいちゃってて、弁償の話が出る前にこう言ったらしいんですよ。すいません、私家計を預かる主婦なのでそんなにたくさん出せないんです。だからこの畳のクリーニングとかいろんな弁償分を働かせてください。って、らしいって、お前なぁ。だって記憶にないんですよ。そんだけ酔ってたのかよ。酔ってたんです。普通だったらそういう時の言い草なんて本気にしないでしょう？じゃあその時の弁償は後でしようと思ったのか？お前は。だからその時は弁償のことなんて考えてなかったですよ。けど確かに、後で考えてみればその時の判断は正しかったと思うんですよね。どうして？だってその時店に行ってたこと自体が旦那には内緒だったんですよ。内緒だったのに、そんなことまでしでかしてどれくらいの費用になるかって後で聞いたら数十万かかるって言われたんです。数十万か。だから確かに弁償するのに家計から出していられませんからね。それで私、パートで返していくっていうのが一番正しい方法かなと思ったんですよ。旦那にもバレないし。ところがですよ。あ、ちょっと待て、おつぼね様にいじめられて給料を盗まれたってスレタイにあったおつぼねって誰なんだよ、居酒屋だろ？オフィスとかでなく。実はおつぼね様っていうのはその店長のことなんです。私からすれば。なんでそこでそうなるんだよ。ともかく私、そこでパートで働き始めたんです。あの時間あんなことをしたからっていう感じで、他のパートの人たちからも今一つ白い目で見られはしてたんですけど、それでも背に腹は変えられませんからね。旦那に内緒でこの弁償分を払うんだったら自分で働くしかないでしょう。まあ、それ自体は正しい。それだけは正しいんだが、なんでそこで給料盗まれた話になるんだ？だって私の給料がものすごく低かったんですよ。普通パートで時給いくらだったら何時間働いてって、計算で出るじゃないですか。ちなみに私、月曜日から金曜日の5時間、昼間通ってるんですよ。昼間だったらあの時のメンバーがいないですし、子供も学校に行ってる時間ですからパートするには良い時間じゃないですか。あとそこってランチも結構良い価格なので、案外にぎわっているんです。だから人ではいつも足りない状態ですからパート自体はそこそこ歓迎されたんですよ。ところが給料日になって明細を見てみたら残高がほとんどないんです。いやそれは当たり前だろ。そもそもそれ、自分が稼ぐためってよりも弁償のためのパートだろう。それはそうかもしれませんけど、こんなにほとんど全部引くとは思ってなかったんですよ。そもそもいくらぐらいかかってるんだよ。だから数十万は弁償しなくちゃならないんです。だったらなぁ、例えば1ヶ月の給料にしても、1日時給が約1000円と考えて5時間働いたとする。週5で2万、5000円、4週間で10万円、いろいろ引かれても8万円くらいはあるよな。で、お前がどれだけのものを壊したか知らんけど、ともかく数十万なんだろう？だったら早くたくさん先に払ってしまえばとっととそのパートからも離れられるじゃないか。もともと好きで向こうも採用したわけじゃないんだろう？だから一気に転引きしたんじゃないのか？転引きの件は、確かにそう書いてはありましたよ。その時もらったのは確かに8万円くらいでしたが、7万円を弁償費として引かれていたんです。
だから手元に残ってたのは1万円だけなんです。毎月毎月そのくらい払って10ヶ月いれば返せるからねっていう感じだったんです。ああ、それなかなか普通のとこではできないよな。新人を突然入れるってことも周囲の連中との折り合いとかもあるし、雇うこと自体に結構リスクがあるっていうのにな。そうそう、一人の人間にかける費用っていうのもあるんだぜ。だからパートで働いて支払うっていうのは結構店にとっちゃ厄介なことなんだぞ。そんなこと知りませんよ。私が酔った拍子で行った瞬間に店長がよっしゃって感じで決めてくれたらしいんですよね。その瞬間を私は記憶してないからなんなんですが、だからそうやって決めたパートで、また勝手にそんな給与明細が来るもんですから、なんか私イラッと来てしまって。なんでそこでイラッと来るんだよ。お前がそもそもやらかしたことが普通におかしいんだし、そこであえてその時の夜のメンツに合わないようにしてくれたってこともかなり気を使ってるじゃないか。なのに何だってそこまでしてくれる人がおつぼね様なんだ。いちいち厳しいし、ぐちぐち言ってくるし、私の体がでかいからってあちこちにぶつかってしまうのは仕方ないのに、もう少しちゃんと通る時に気をつけなさいとか言ってくるのもいちいち腹立つんですよね。私だって好きでぶつかってるわけじゃないんですよ。いや、それはお前、ダイエットしろよ。簡単に言いますけどね、それができたら苦労はしないんですよ。あーはいはい、それに関しては何も言わないわよ。でもね、一度そうやってお金を働いて返すって決めてしまったんだから、給料盗まれたなんて表現はおかしいのよ。これは私の中の気持ちです。その私の中の気持ちをただ言いたかっただけなのに、どうして皆さん過剰反応するんですか。つまりお前の中では盗まれたことになってるんだな。お前の中では。そうですよ、私の中ではそうなってます。だからそのことを同僚とかにも言って共感をしてもらおうと思ったんですよ。そうしたらやっぱり、なんでそうなるの？って返されてしまうんですよ。店長の厳しさに対してはみんな思うことあるんじゃないかと思ったのに。パート同士って上司の悪口とかで仲良くなるもんじゃないですか？いや、別にそうでないところもあるだろ。そうそう、そもそもそうやって一致が提案した弁償方法をわざわざ取ってくれた店長に対して何を言ってるのよ。こんなことしてたら店の雰囲気だって悪くなるわよ。ああ、実はもうちょっと悪くなりかけてまして。なってるんじゃないの。正直このままパートを続けていていいんだろうかという雰囲気にはちょっとなっているんです。なるほど、それでちょっと不安になってすれ立てしたっていうわけだ。実はそうなんです。だって私、そんなに自分が間違ったことをしてると思ってませんよ。こんな恥さらしなことを旦那にバレるのは嫌でしたし。だからあえて旦那の方には家計を助けるためにパートに出たって言ってるんですよ。なんで居酒屋なのかって聞かれたけど、時間帯が合うからとかまかないが出るとかいうことで来たわけですし。そこは間違ってないから、なんとも言えないけれども、原因を結局一致は言ってないじゃないの。その時の飲み代も家計から出てたんじゃないの？出てますよ。でも普段の生活で切り詰めていたんですから、そのくらいのことをしたっていいじゃないですか？専用主婦には楽しみもあっちゃいけないって言うんですか？そんなこと言ってないわよ。私だって主婦なんだから。いいですよ。もうここでは私の本当の思いなんて分かってもらえないんですから。だってお前、そもそも分かってもらおうとしてたわけ？思ったから立てたんですよ。そうなの？うん、じゃあまあきっとここには一致の気持ちが分かる人はいないわよね。このようにして報告者はスレを去ったのですが、1ヶ月後、別のスレが立ちました。すいません、今離婚の危機なんです。離婚の危機と聞いて、人の悪いニュースは飯馬ということで、離婚の理由を聞きたいと思って。嫌な人ばかりですね。だけどそもそもお前がそういうところを狙って書き込んできたんだろう。反応が欲しいんだろう。間違ってはいません。今本当に離婚の危機なんです。理由は、私がパートをしていた目的が家計のためでなく、実はとある店のものを壊してその弁償代に当てていたことをずっと旦那に黙っていたからです。しかもこの件が小学生の娘に対しても問題が起こったからです。それはまた随分な理由だな。どんなものを壊して弁償したって言うんだよ。実は私、2ヶ月ぐらい前にとある居酒屋でお漏らししちゃったんですよ。あ、その話どっかで聞いたことがある。もしかしてイッチ、そこで畳やら何やら、パートで弁償すると自分で言い出したのに店のことをボロクソ言ってたやつじゃねえか？なんでわかるんですか？だって同じ板に書いてるしな。ええ、そうですよ。そんなことを私はしてしまったから旦那に恥ずかしくて言えなかったんです。ところが、
そこんとこ、もうちょっと詳しく言ってくれ。すごく面白そうだ。面白そうだなんて、いいですよ。ともかく私は2ヶ月ぐらい前に一人で飲みに行ったら居酒屋で飲みすぎちゃって、前後不覚でおもらししちゃって畳とかいろんな備品を汚して、それからその時に皿とか酒瓶とかともかくいろいろひっくり返して壊して、弁償代が結構かかったんです。だからその分をパートで働くことで返そうとしてたんですよね。ところがパート先の居心地が随分悪くなっちゃって。でもそれ、自分のせいだろう？そうですよ。私のせいですよ。あのおつぼね様こと店長のことの悪口を言ってたら、みんながみんな、店長のことを慕っていたもんですから、私はもうそこでハブにされちゃったんですよ。その上みんなの働く空気も悪くなってきて、何かギスギスしだして、結局そのおつぼね様というか、店長が、私に対してパートで返すのはよしてくれ、と切り出してきたんです。結局弁償はお金でしろってことになったんですよ。あらら。それで一応2ヶ月弱働いたから、全体の10分の2は払ってある計算になるので、残りの8割を現金で支払うことになったんです。でもそんなお金、私持ってないですよ。もともと専業主婦だったんですから。ああ、だからわざわざパートに出たんだしな。専業主婦としてちまちま貯めたお金で飲みに来た時のことだったのに。たまたま旦那と子供がいない時だからって若い時のようにハメを外すからまずかったんだろうが。そうそう、酒好きだったらもう少し加減を持ってだな。だってもう10年ぐらいそんなことできなかったんですよ。ハメくらい外してもいいじゃないですか。いや別に悪いとは言わないけどな、その加減を見失ってたんだろ。そうですね。私が加減を見失ったのが一番いけないと言えばいけないんですよ。でもそれだったら、もう初めから弁償はお金にしろとかそういう風に言ってくれればそれはそれでよかったじゃないですか。そうしたら私も旦那に謝る覚悟が持てましたよ。だったら初めから謝ればよかったのに。そういうことは後だから言えるんですよ。その時は勢いでもパートします。って言ってしまったし、どうにもならなかったんです。それに実際、働くこと自体は頑張ったんですよ。おお、そうだったんか。そうです。ただ頑張るにしても店のテーブルの間と間が狭すぎたのがいけないんです。あ、それなんとなく予想がついた。リッチってフロアに全く向いてないだろ。そうそう、確か前のスレの時にもリッチは巨体だってことは書いてあったわよね。そうです。あちこちを手際よく回ろうとしてもパッと動けないっていうのはあったんです。そのせいで運ぶ時に物を落としたりも実際あったんですよね。それでもしかして、借金かさんだりしないか？いや店員のミスだったからそれはされなかったんですよ。それじゃあ雇い損じゃねえか。それはもう一致を雇っておく意味ねえよ。でもだからといって、いきなり旦那の方に話をつけるってのはあんまりじゃないですか？店の方がそれ言ったのか？私があんまり辞めることを了承しないからと旦那の方に直接連絡を取ってきたんですよ。向こうは私が旦那に話してると思ったらしいんです。普通は思うよな。パートするっていうなら。そしたら旦那はすごく驚いて、事情を店長から思いっきり聞き出したんです。そしたらもう呆れに呆れちゃって。一体お前は何やってるんだ？って私もお目玉もらいましたよ。だけど言われるだけでは嫌だったので、だったら私とたまには居酒屋に行ってよという調子で夫婦喧嘩になっちゃったんです。もともとそういうことが大好きなのに、結婚してから全然できなかったってことが今まで積もりに積もっていたんで一気に吹き出してしまったんですよ。そういう話、してこなかったのか？私たちは婚活パーティーで出会ったもんですから、そこまでの付き合いがなかったんですよ。それから旦那、さらに。酒好きなのは知ってたけど、そこまで飲んでひどくなるなんて気づかなかった。しかも昔は太ってもなかったし。とかも言い出したんですよね。ひどいじゃないですか。まあ太ったってことは置いといてだな。でもイッチもその自分の酒癖の悪さに関しては言わなかったのが悪いと思うぞ。だってわざわざそんなことをやっと結婚して専業主婦させてくれる人に言えると思いますか？そこかよ。しかもです。その件がどうも娘関係のママ友にもどこかから伝わったらしいんですよね。それで私たちの喧嘩に気づいた娘が、今まで言わなかったけど、ママを漏らししたんだって、って暗い声で言ってきたんです。うっわ、それ、やばいじゃない、娘ちゃん、なんてこと。私もその時には、さすがにこれはまずいと思いました。そりゃまずいだろう、特に小学生だぜ。本人がそうなってもなんだが、母親がそんなこと起こしたってのが友達に知られたらもうそれはいじめの元になるよな。どうもその気配もあるらしくて。私は気づかなかったんですよ。パートに行ってたから、
それで旦那がしばらく娘を連れて実家へ行くから。ってことで、私、今、家に一人なんですよ。それで気持ちの整理とか暇とかあって、すれ立てしたっていう次第なんです。うわぁ、これ本当にもう離婚の危機だよな。乗り越えられるかどうか微妙だな。だよな、何より子供に問題が降りかかっているんだからな。子供に問題が降りかかってるんだったら、一致が全て悪いわよ。ひたすらママ友達に弁解、してももう仕方ないわよね。どこから情報が漏れたかわからないけど、娘ちゃんが知っているなら今さら口止めも無理でしょ。だよな、一度広まった噂ってそう簡単に消えないぞ。それじゃあ私はもう別居とかするしかないんでしょうか？別居か離婚かわからんがな。旦那がどれだけお前と再構築できるかっていう話にかかってんじゃねえの？まあそうは言っても、一致だって離婚すれば再就職して一人楽しく酒飲みの生活をすればいいんじゃないか？それはいや、いやそんなことは。あ、一瞬考えたろ。そういうやつっていうのはな。そうよね。まあなるようになるでしょうね。そんなこと言わないでくださいよ。離婚は嫌ですよ。消えないでくださいよ。こうして報告者の叫びとともにスレは終わりました。今回の報告者について皆さんはどう思いますか？コメント欄にお願いします。2本目は、旦那が私のカレーを食べてくれないと嘆くエッチのお話です。視聴者の皆様、こんにちは。今回は、私の一生懸命作ったカレーを夫が食べてくれない、と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。相談に乗ってもらいたいことがあります。夫婦問題についてなんですが、スレここで合っていますか？ここで大丈夫。とりあえずエッチのスペックと詳しい話を聞かせて。ありがとうございます。それでは早速、書き込ませてもらいます。まずは私のスペックから。私は28歳で、今は専業主婦をしています。年上で会社員をしている夫と二人暮らしです。ちなみに夫の年齢は30歳。夫は今、仕事が結構忙しくて帰りが遅い日が多いです。最近は、一緒に食事を取る機会も激減している状態。だから私は、一緒に食事が取れる日は必ず、手料理を作って待っているようにしているんです。今回の相談は、私が時間をかけて一から手作りしたカレーを夫が一口も食べてくれなかった、というものです。うわぁ、それはひどい。一からって、めちゃくちゃ手間かかってるじゃん。せっかく作ってくれたのに、感謝はないのか。普段から全然家事とかしない人なのかな？もしそうなら、大変さに理解もなさそう。理由は聞いたの？食欲ないとか、疲れてたとかじゃなくて？どうして食べてくれないのか何度も聞きましたが、お腹が減っていないから無理とか、気分じゃないとか、夫は毎回適当な理由をつけて食べてくれません。夫はそれなりに家事はできる人です。一人暮らしの経験もあるし、仕事が今ほど忙しくなかった頃は、家事も手伝ってくれていました。理解はある方だと思っていたんですが違ったようです。私も最初は、毎日忙しくて疲れている夫を思って我慢していたんですが、だんだんと不満が溜まって我慢できなくなってきて、一度じゃなくて何度もあったのか。毎回毎回、料理して待っていた挙句に食べてもらえないのは辛いな。二人暮らしでエッチは専業主婦なのに、たまに早く帰ってきた夫と食事すらできないのは、相当こたえる。でも何度も理由聞くと、それはそれで機嫌損ねそう。悪いと思ってないから繰り返しているんだろうし、そういう人は、逆ギレとかしてきそうだよね。そうなんです、この間なんかひどくて。私がいつもより少ししつこく理由を聞いただけなのに逆ギレして怒鳴りつけてきたんですよ。うわ自分が悪いのに怒鳴ってくるなんて、それはもう典型的なモラハラ夫なのでは。感情的になられると、話し合いすら拒否されていると思うよな。行き過ぎたら精神的 DV になるんじゃないか？いつもいつも同じことを聞くなって怒鳴るんです。だから私もつい言い返してしまいました。いつもいつも同じ内容で、食事いらなくなったとだけ昼間に連絡してくる夫だって、同じじゃないのかって。ちょっと待って。それって夕飯のいらない日はあらかじめ、夫は一致に連絡してきてたってこと？それならだいぶ状況が変わってくるんだが。作らなくて良いって言われてたのに、作って待ってたの？接待とかで食事済ませて帰ってきてたなら、お腹いっぱいで食べられないのも仕方ないんじゃない？夫がわざわざ連絡してきてるのに、それを毎回無視して理由を問いただしてたのか。それは良くない。事前に連絡の義務は果たしてるわけだし。でも、毎回仕事の付き合いで食事するって言うんです。私が家で一人寂しいこともわかっているはずなのに、仕事じゃないなら帰ってきて、と言っても一度も聞いてくれたことがないのはひどいと思います。仕事の付き合いも仕事だぞ。ちなみにだけど、一致は社会人経験はあるのかな？働いたことないんじゃない？私だって仕事くらいしたことはあります。
事務の仕事を1年ほどしていたことがありました。けど、私が勤めていた時には付き合いでの食事なんてほとんどありませんでした。これって、夫が嘘をついているってことですよね。夫は適当な言い訳ばかりしてますが、取引先との接待というのも、仕事の付き合いの食事というのも嘘で、実は私に重大な隠し事をしているんじゃないかと最近は疑っているんです。夫の職種は？夫も事務関係なの？夫は営業職をしています。外回りが多いって言っていました。事務の仕事と営業の仕事じゃ、付き合いや接待の数は違うでしょ。それに夫が30歳なら、年齢的に無責任なる仕事を任されてるかもしれないし、断れなくても仕方がないのでは。そうなんですか？私は詳しいことはわかりません。でも夫はいつも自分のことを、出世には興味がないし、そんな器じゃないと言っていますよ。定力押し付けられているのか、仕事が増える一方だ、とも言っていましたし、責任のある立場ではないんじゃないでしょうか。謙遜してるんじゃない？自分から、俺は出世頭だ、なんていうやつ嫌でしょ。大体できると思って威張ってるやつの方が、実際は仕事できないってことは多いしな。もしそうであったとして、夫が偉い立場にいるなら、むしろ付き合いの食事だってもう少し減らすことも、自分の判断でできるはずですよね。そうしてくれなかったのなら、もっとひどいです。っていうか一致は夫に興味ないのかな？夫の職場での立場とか役職は、嫁なら大まかに把握していても良さそうなものだけど、会話しないのか、人の話を聞かないタイプなのか？違います。私は夫のことを大切に思っていますし、興味だってあります。年収のことなんかはちゃんと把握できてます。私は夫と違って隠し事もないし、どんなことも話せる関係でいたいと思って努力してきました。それなのに夫は詳しいことを聞いても、仕事内容についてはほとんど何も話してくれません。昔はもう少し職場のことを話してくれていたのに、最近では詳しく話せないと言ってだんまりなんです。帰ってきて、どんな相手と食事してきたのか聞いてもいつも取引先としか答えられないのは、本当はそんな事実がないからですよね。いやいや、会社にはコンプライアンスがあるんだから、社内のことはもちろん、社外の取引相手のことなんて家族でも話せないよ。話せないことが増えたってことは、むしろ責任のある立場になったことの証拠だと思うけど、1年収にしか興味ないんじゃない？仕事頑張ってるのに、家族に理解されない不器用な夫にしか聞こえなくなってきた。一致が暴走してるだけなのでは？もう少しちゃんと夫の話を疑わずに聞いてあげたら？私は聞いています。夫の方が私を放置して話し合う気がないだけです。どう考えても悪いのは夫の方ですよ。それに私、夫は浮気を隠しているんだと思ってます。そう考えるとこれまでの怪しさにも全て説明がつきますし、絶対に間違いありません。浮気か。それが本当なら、また少し話が変わってくるな。一致はどうしてそう思ったの？もしかして、何か決定的な証拠掴んじゃったとか？帰りが遅いのも、私の食事に手をつけないのも、もともとすごく怪しかったんです。夫は休みの日には、平日の行動を償うかのように家事をしたり、一緒に出かけようと誘ってきます。後ろめたいことがあると、男の人は急に優しくなるって言いますよね。休日だけ以前のように接してくるなんて、間違いなく浮気の後ろめたさのせいですよ。いやどうだろ。平日は、マジで疲れてるんじゃない？むしろ休みの日も寝てたいところをイッチの夫は割と頑張ってる方だと思うぞ。聞けば聞くほど、イッチの夫普通にいいやつじゃん。私をこんなに苦しませる夫が、良い人なわけないじゃないですか。私の作る食事を浮気相手の食事と比較して、手をつけなくなった最低な人に違いありません。それに浮気相手が職場の人だったら、仕事中も四六時中一緒にいるわけですよね。それなのに、仕事が忙しいとか疲れてるなんていう資格、夫にはありません。私が一人、家で帰りを待っている間、夫は浮気相手と楽しそうに過ごしていると思うと、本当に腹が立って、そんなこと人としてどうかと思いますし、到底許されることじゃありませんよね。だから私、夫に復讐しようと思ったんです。一度痛い目見ないと改心してくれないと思いました。ちょっと待って、証拠は？今のところ、一致の妄想でしかないんだが。浮気した証拠はつかめてないってこと？現場を見たとか、浮気相手とのメールを見たとか。そんなのはありません。でもこれまでの話を聞いたら、私の推理に間違いはないと思いませんか？浮気していないって言うんなら、もう夫の行動には説明がつかないじゃないですか。間違いしかないだろ、一致は最初から夫を疑ってるだけ。何を言っても言い訳に聞こえるんだろうし、そもそも聞く耳持ってないんだよ。なんでそんなに夫を信じられないんだろ。ここまで来るとどうにかして疑いたいのかな、と思ってしまう。一致の夫、復讐されるようなことしてないだろ。聞くの怖いんだけど、
誰も聞かないから一応聞くわ。ちなみにイッチはどんな復讐をしようと思ったの？よくぞ聞いてくれました。私は毎日夫にお弁当を作っているんですが、浮気されたと気づいた次の日に仕返しとしてそのお弁当に細工をしたんです。最近はお昼の時間があまり取れないからって理由で私に作らなくてもいいなんて言っていたんですが、せっかく一生懸命作ってるんだからと私が怒ると夫は簡単に食べられるものにしてと言ってきました。最近は仕方なく凝った料理は控えておにぎりと簡単なおかずを持たせていたんです。私はそこに夫の嫌いなものを入れたんです。まあ栄養周りの途中で昼食取ったりすることもあるだろうし、お弁当は持ち歩くの難しい人もいるよな。嫌いなおかずを入れられるくらいでよかったわ。えぐい復讐じゃなくてマジでホッとした。イッチなら暴走してやりかねないと正直思ってたわ。でも夫は昼食の時そのお弁当を見て相当驚いたようで、家に帰ってきて私を問い詰めたんです。虫が入っていたけど、あれはどういうことだって、間違えたんだよなって血相変えて言ってました。え、虫？今、虫って言った？マジか。えぐい異物混入事件じゃん。それって食べてから気づいたのかな？もしそうならかわいそうすぎる。妄想女の嫉妬、怖すぎだろ。暴走しすぎ。夫にそこまでするのか。っていうかイッチの夫、弁当はいつも食べてたんだよな。その時点で、イッチの手料理を拒否していたわけじゃないってわかるはずなのに。夕飯は本当にただ食えなかっただけなんだろうな。ここのスレの方、皆さんひどくないですか？虫って言っても、もちろんイナゴとかハチの子とか、食べられる虫ですよ。最低な夫にも手加減してあげるなんて、むしろ優しくないですか？ちなみに夫は大の虫嫌いで、触るどころか昆虫図鑑やイラストも見られないほどなんです。だから虫尽くしのお弁当に本当に驚いたようでした。予想通りです。それは最悪だ、マジで同情する。俺も虫苦手だから想像しただけで泣きそうになった。私が仕返しだと言ったら、意味がわからない、どういうことだって、見たこともないくらい怒って怒鳴りつけてきたんです。そりゃ怒るよ。夫、イッチのこと信じてたみたいなのに、気の毒だな。何かの間違いだって信じたかったんじゃないのかな。夫婦関係を壊しに行ってるのはむしろイッチの方。信用を壊すようなことを最初にしたのは夫の方ですよ。自分のことは棚に上げて怒る様子に私は腹が立って、あなたが浮気するからでしょ、と反論しました。それでもまだ夫は、何の話だってとぼけるんです。ここまで来ても、まだごまかそうとするなんて本当に人として誠実じゃない人なんですよ。だから、マジで浮気していない可能性にも一度目を向けてあげて。毎日付き合いで忙しくて、夕飯のカレー食べられなかっただけなのに。イッチの夫、浮気していない証拠とか見せてこなかったの？あったとしても聞く耳もつかはわからないけど、何か持ってなかったのかな。夫は私が疑っているとわかると色々と見せてきました。浮気していない証拠として、夫は言い訳がましく、接待に使ったお店のレシートや一緒にいた同僚からのメール、それから深夜の勤怠記録までありました。そんなの、浮気するために事前に準備していたとしか思えません。用意周到で帰って怪しかったくらいです。イッチの夫、真っ白ではろた。会社は多忙そうだし、ブラックかもしれないけど、夫は完全に白だな。ただの社畜としか。もうこれだけ見せて分かってもらえないなら何見せても信じてもらえないだろ。妄想癖がある妻とは別れた方が幸せだぞ。皆さんひどいです。私は妄想癖なんてありません。夫は挙句の果てに、寂しい思いをさせたのは分かるけど、やりすぎだって私を責めたんですよ。私に寂しい思いをさせていたことを夫は分かっていて、わざと続けていたことをついに認めたんです。もう、これは浮気を認めたも同然ですよね。なんでだよ、同然なわけあるか。私は毎日、夫のために家事をして、家で一人寂しく帰りを待っていただけで、被害者じゃないですか。何も悪いことなんてしていないのに、皆さんこれだけ話してるのに、どうして分かってくれないんですか。虫入り弁当に関しては、完全に一致が加害者だと思うけど、もういいです。私は絶対に夫に浮気を認めさせて、土下座して謝らせます。皆さんにも、私が悪くなかったって証明してみせますから、それでは今日はここで失礼します。そう言って、怒ってスレを立ち去ったイッチ。それから一月ほど経った頃、再びスレに現れました。お久しぶりです。以前、夫に手料理を食べてもらえず、浮気までされたことを相談しに来たイッチです。覚えている方はいますか？夫の浮気を妄想した挙句、弁当に虫を混入させたイッチか？無実の夫に浮気を認めさせて土下座させるって息巻いてたけど、あれからどうなったのかな？夫への疑いは晴れた？イッチの目が覚めて関係修復できてたらいいけど。先日の私の相談をご存知の方が結構いるようですね。それでは、その後のお話をしていこうと思います。夫はあれから仕事がさらに忙しいのか、家に帰ってくる時間は一層遅くなりました。
口数は以前以上に減り、休日も部屋にこもって、まともな会話もありません。あれから食事は一度も一緒にとっていません。私の料理には一切手をつけなくなりました。帰ってきても目も合わせず、口も利かない夫。あまりに態度が悪いので、私は腹が立って何か言ったらどうなのかと言いました。すると、信用できないから話せることがないって言うんです。そんな最低の暴言を吐いた次の日、夫がついに帰ってこなくなりました。大家でしたのか。ついに堪忍袋の尾が切れたな。連絡はついてるの？居場所も言わずに出て行ったのかな。一致の夫、そもそも無事なのか。夫からはメールが入っていました。ショックが大きくて一度ゆっくり考える時間が欲しいから実家に帰る、と。体調も優れないし、治るまでは帰らないそうです。信頼関係がなかったって気づいて、相当ショックだったんだな。まあこれだけのことがあったら、一度距離置かないと難しいよな。それでも一致の夫は優しそうだし、謝ればまだ関係の修復できるかもしれないぞ。どうして私が謝るんですか？私は悪くありません。愛情を込めた手料理も食べてもらえず、その上浮気までされたんですよ。夫が土下座して謝らない限り許す気はありません。むしろ訴えようかと思っていたくらいです。慰謝料もらって当然のことを私はされました。浮気はほぼ完全にしてないと思うし、ちゃんとした証拠もなく、仕事頑張ってるだけの夫を訴えても、負け確定してるからやめとけ。そもそも料理にしても、夫が頼んでもいないのに一致がしたくてしてただけでしょ？迷惑なだけ。その上に異物混入したんだから、手料理に関しては今後もう食べてもらえなさそう。自業自得だな。自分を害そうとしてる人の作る手料理ってマジで怖くて食えないよな。一致の夫、トラウマ植え付けられて完全に不信感抱いてるだろうし、人間不信にならないといいけど。どうして皆さん私のことばかり悪く言うんですか？夫が実家に帰ったことで、私は今度こそ完全に家で孤立させられています。精神的な苦痛を今も与えられ続けているんですよ。夫は実家に帰ると言っていましたが、絶対に女のところにいるに決まってます。今度、義父母に文句を言いに夫の実家へ行こうと思っています。いないことも確かめてくるんです。絶対に実家にいるからやめてやれ。親にも迷惑。離婚が早まるだけだぞ。傷ついた夫を責めて今はそっとしておいてあげろよ。一致専用主婦だし、夫に捨てられた後どうするか考える時間にした方が建設的だぞ。孤立したことを機に、自立したら？そうだな。暇だから余計なこと考えて疑るんだろうし、一致依存気味みたいだから、夫以外に目を向けよう。妄想して暴走する癖を直した方がいい。仕事した方が夫の気持ちもわかるようになるんじゃない？そんなの嫌です。私は仕事するつもりはありません。どうして辛い目に遭った私が、さらに大変な思いをしないといけないんですか？働くくらいなら、夫を訴えて慰謝料で暮らします。だから訴えても勝てないって、証拠もないしむしろ加害者なんだから。夫と別れることになったら路頭に迷うぞ。まあ、これが本音だろうな。ATM くらいにしか思われてないなら、夫の健康と幸せのために別れてやった方がいい。追い詰められてる夫の心配もできないみたいだしな。仕事が大変なことだって分かってるのに、一致は夫の大変さは理解できなかったんだな。仕事が忙しいって知ってたのに、追い打ちかけるようなことばっかりしてるし。わかりました。証拠があればいいんですよね。なら、夫の会社に連絡して問いただして絶対に証拠を掴んでみせます。浮気相手も見つけて痛い目見せてやるんだから。うわぁ、夫マジで気の毒だな。心身ともに追い詰められて、さらに職場にまで迷惑かける嫁とか、完全に地雷女なんだけど。もうこれ以上言う言葉が見つからない。会社に連絡するとかヤバすぎる。ここまで来ると、むしろ訴えられるんじゃないのか？証拠が揃いすぎてて、夫に有利すぎるんだが。このスレも証拠になるかも。夫がしてきたことを考えたら、有利なわけないじゃないですか。訴えられても私が勝つので大丈夫です。夫に精神的な苦痛を強いられていたことを理由に慰謝料をたくさん請求します。私を裏切った罪を償うべきなんです。そうなったら、モラハラ夫なんて捨てて、悠々自適の生活を手に入れます。黙れ地雷女、現状、夫の方が精神的な苦痛を強いられてるんだよ。反省する気もなさそうだし、今の環境がいかに恵まれてて悠々自適だったか、失ってから気づくんだろうな。マジで一度痛い目見て、しっかり反省してほしい。次にここに来るときは、夫に捨てられて、仕事も家もないのに慰謝料を請求された一致が、謝罪するときにしてくれ。そんなことあるわけないじゃないですか。逆にスレの皆さんに良い報告をして、これまでの発言を謝ってもらいますよ。こうして全く反省もないまま、スレ民にも愛想を尽かされた一致。夫婦の信頼関係を壊した結果、夫には出て行かれ、今まさに全てを失おうとしています。しかし、本人はそのことに全く気づいてもいない様子です。加害者であることを認めず、
散々の扱いをした夫からさらに慰謝料を取ろうとするエッチ。スレ民から地雷女として扱われ、追われるようにスレを去っていくのでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。